ファインディング米沢は、米沢市の国際交流員マーカス・カンニングさんが制作し、現在 YouTube で公開している映像を紹介しながら、皆さんと一緒に米沢の魅力を再発見していくコーナーです。皆さんこんにちは、国際交流員のマーカス・カンニングです。今日紹介したい映像は東光酒蔵の小島社長のインタビューです。どうぞご覧ください。どこでもそうなんですけど、その地域に酒蔵があるっていうのは僕はすごく大事なことだろうと思っているんですよね。小島健一郎です。小島総本店という米沢の酒蔵で東光という日本酒を作っています。小島総本店は創業が安土桃山時代、西暦でいうと1597年ですね。なので今年で創業から422年目になります。私のご先祖様が始めて私で24代目になります。東光のお酒の特徴は、ここのやっぱり気候風土とか自然環境と結びついていると思います。私たちが作るいるこの米沢っていうのは、まあ盆地で、まあ、雪国なので非常にこう雪解け水に恵まれた土地なんですね。我々の使っているお米の大半がこの地域、蔵の周辺の地域で取れた地元のお米ですし、必ずそこにはこう何かしらその地域のオリジナリティっていうものが入ると思うんですよね。東光酒蔵の映像をどうして作りたかったかっていうと、米沢の長い歴史と深いつながりがあるところにフォーカスしたいと思いました。で、その長い歴史を通して今の現在とどういう関連があるか、なんでそこまで続いたか、米沢にあるからこそ400年以上続いたと思います。で、今皆さん見ていただいた映像の中で現在実際作っている時の様子がありました。あとちょっと昔風の資料館の様子もありました。映像で表現したかったのは現在と過去が深いつながりがあることです。で、今回の動画を作って感じたことは、愛されてるからここまで続いたと思います。で、小島社長の話の中で気づいたことは、まあ、この地元を尊敬して理解しているこそこの地元が届けてくるものをうまく使えると思います。で、今回印象に残ったのは、この地元のものを使うと地元のオリジナリティが酒に入るっていうこと、地元の雪解け水を使って、地元の米を使って、それで米沢ならではの酒が作れるっていうことが素敵だと思いました。で、今回皆さんに見ていただいた映像の中で地域性の概念が出ました。自分もそれが大事だと思って、まあ、やっぱりこの動画シリーズを作って思ったのは、米沢しかできない、米沢のもので真似できないものが皆さんにもっと気づいてほしいと思って作りました。で、今回皆さんに見ていただいたのは動画の一部です。フルの動画は全部 YouTube と Facebook で見れます。ぜひ問題米沢か People of 米沢を検索してみてください。